今日は順調ですね。はい、始まりました。今から始まりました。始まります、月夜でございます。んこれかな。リアズならユーストリームおよびニコニコ生放送で、同時配信しております沼番組です。私が、趣味の話を延々とするというとんでもない番組でございます。イエーイイエーイイエーイ。というわけでこのノリに慣れた人だけがついてくるというね、はい、申し訳ございません、はい、あんまり普通の番組じゃありません。はい、私はこんな絵を描いておりますが、はい、ついに代表作を更新できましたね。はい、はい、まあこの名前で出ておりますのでっていう感じですが、はい、では今日のメインテーマにやって入っていきましょうかね。はい、つやしのカルチャー話第112夜、戦う魔法少女。マルクス・レーニンが許してもこのポアトリンが許しません。まだ眠ったままの街という、はい、今日はそんな感じです。はい、わけわかんないですね。はい、なんかね、いろいろお休みの間にね、だいぶ私もお勉強できましてね、はい、いろいろ覚えましたよ。リフレッシュ。というわけで、オールドスクールアニメ、はい、テーマを決めまして、アニメ、昔の古いアニメを深掘りするというね、シリーズでやっております。オールドスクールアニメの第6夜ですにあたります。戦う魔法少女ということで、はい、なんですね、魔法少女の3夜目になります。はい、今日初めて見た方も多分いらっしゃると思うんですが、はい、2回やっておりましてね、先週だいぶ盛り、先週じゃない、ないんですけど、前回は結構盛り上がりましてね、かなり盛り上がったんで、そのままの勢いでいければよかったのになーというのはすごく残念なんですけどもね。はい、はい、ちょっとだいぶ間が空いてしまったんで、また一からみたいなことになっちゃうかもしれませんがね。はい、というわけで少しこの辺の復習を兼ねながら、はい、辿っていきたいと思いますが、はい、そうですね、どうしましょうかね。前から来てくださっている方もいる、もちろんいるとは思うんですけれども、はい、そうですね、なんかこう魔法少女というテーマでね、はい、日本の、はい、まあ、アニメだけに限らず特撮とかね、まあ、子供向けのコンテンツの一ジャンルとして、はい、定着しておりまして、特に、はい、男の子はロボット、女の子は、魔法少女みたいなのが、ね、定番であったなっていうのがありますので、その2つ今深掘りしてるんですけれども、まあ、そういったところで、はい、やりました。でこの番組としては歴史をたどっていくというスタイルでやってますので、最初がこういう昭和の、はい、東映魔女っ子シリーズというのがございまして、はい、そこから始めました。はい、ね、これがだいたい最初が60年代ですね。で、70年代ぐらいですかね。はい、がこういう古き懐かしき昭和の魔法少女みたいな感じですかね。はい、やっぱこうまとめてみると共通したテーマがありましてね、面白かったですけどもね。はい、で、そうですね、で80年代っていうね、1980年代ってまだちょっと ここだけで一区切りしてもいいぐらい特徴的な、はい、時代でございまして、はい、ピエロ魔法少女シリーズというのがねあるんですね。はい、この辺りも、はい、年代に言うとね、もう5年7年ぐらいの間ですけれどもね、充実した面白い時期でもありまして、ここだけでもう特集してみましたね。昭和の魔法少女80年代っていうね、はい、これも面白かったですね。はい、でそうそう、今日はお話できなかったちょっとところも補完しながら、はい、行きたいかなと思ってますね。この辺りもね、はい、
特撮もありますよ、特撮のお話もありますということで、はい。でここをもう一回おさらいをしてから、はい、新しい、はい、傾向として主に90年代から、はい、まあ、女の子が少女もので少女向けの作品で戦うっていうね、はい、ものが定着してまいりましたというね、不思議な、はい、まあ、新しい傾向が出てきましたというね、主に90年代からですね、はい、でやっぱりこう女性の、はい、社会進出まで言うとあれですけれども、まあまあやっぱり僕らが子供の時と女性の立ち位置みたいなのはだいぶ変わってきてるんだなという、そういうのの反映かなっていうのは思うところでありますからね、その辺は明らかにしていければなと思いますが、はい、そんな大層な番組になってねいつも言ってますけども、ね、はい、でもやっぱこう時代が変わって女の子の意識も変わってるんだなっていうのは実感できるかなと思います。はい、何よりね、まあ、最初に言っちゃいますけど、やっぱ何より何が変わったかというと、作り手さんが、はい、作り手さんがね、はい、女性だったになったというかね、はい、女性が女の子のための作品を作ったっていうのが、はい、セーラームーンだったり、カードキャプチャーさくらだったりというのが今回の結論でございます。先に結論から言いますと、はい、そんな気がしましたね。はい、そこが大きく違うなっていうね、我々が知っている昭和の魔法少女っていうのはなんだかんだ言うと大人のおじさんが、はい、作った女の子向けの作品っていうね、はい、というのが浮き彫りになりました。はい、ちなみにこういう名言があるんです。日本の可愛いは、日本の可愛いはおっさんが作っているという、はい、こんな名言があるんですけれども、はいはい、日本って可愛いが大好きな可愛い大国ですが、はい、でもその可愛いを作っているのは、大人のおじさんたちでございます、はい、ね、ですよね、作り手はね、はい、というなんですけれども、はい、ただこの今回ちゃんと見てみたんですが、はい、セーラームーンとかね、あとクランプさん原作の、はい、キャプターさくらなどはとってもこう女性が作った女の子のための作品っていうね、その感じがすごく出てました。そこが大きく違うなっていう、はい、それが、最初の結論でございますが、はい、というわけでなんか興味惹かれた方はここからぜひ、はい、入ってきてください。はい、もうええわっていう方は、はい。まあ、そんな方はね、ゆっくりしていってください。はい。てな感じです。あとね、特撮で、ポアトリンね、書いており、あ、これ左のあの、仮面のお姉さんは、ね、特撮作品ですけどもね、美少女仮面ポアトリンでしたっけね、という、はい。セーラームーン以前に、はい、あった、そういう戦う、まあ、不思議な力を持った、ヒロインっていうね、はい、そういうのがアニメじゃなく特撮の方で最初にあったわけですね。はい、でシリーズとして、はい、大体1980年代90年代にかけて、はい、一連のシリーズがありました。はい、何ですかね、中華のパイパイ、ポアトリン、トトメスで、シュシュトリアンっていうね、はい、女の子向けの特撮作品ということで、特撮ヒロインものみたいなね、そういうのが実はあったんですねっていうのも、まあ、この私もこの番組をやり始めてから、知ったんですけどもね。はい、でそこからの、セーラームーンでブレイクみたいなね、戦う魔系の魔法少女っていうのがね、はい、出てまいりましたという流れの話をずっと言ってますよね。ずっと言ってますけど、番組始まってからようやく今日そこに、はい、その話までたどり着けそうです。はい、ようやく90年代ですね、ようやく平成の時代でございます。平成まで来ましたというところで、はい、というのは今日のこの後の大きな流れでございますが、はい、というかでは全実はこの辺の作品どれも見たことなかったんですが、はい、はい、面白いですね。でもね、やっぱりさすが名作と言われてもの面白いでございます。はい、子供の時ね、はい、というわけで、どこから行きましょうかね。では、復習から入りましょうということで、はい、昭和のそもそも昭和の魔女っ子とはっていうところね、からもう一回たどってみたいと思いますが、
はい、そうですね、魔女というね、はい、存在が、ありますけれども、これは西洋から来てますよね、はい、魔女というのはね、はい、で子供の世界では童話でおなじみですよね、魔女って言いますと、はい、それこそ白雪姫の、はい、白雪姫に毒リンゴを食べさせる魔女でしたっけね、だったり、あと何でしたっけ、鏡よ鏡さんっていうね、あれはシンデレラかな、はい、シンデレラを陥れる、悪い王女でし、女王でしたっけね、はい、ママ母でしたっけ、はい、違うかな、はい、ちょっといろんな説があるんで忘れましたけど、まあ、シンデレラの、じゃあ、あれ白雪姫か、あれだいぶごっちゃになってますね、失礼、まあ、とにかく童話の世界に魔女は出てきますって、つきもので、子供の、はいはい、童話の世界に魔女はつきものでしたけれども、はいはい、で大体魔女って言いますのはおばあちゃんだったりね、で大人の悪いおばさんみたいなね、基本悪いおばさんっていうねイメージがありますがね、ヘンゼルとグレーテルも出てきましたっけね、とか、はいはい、なんですが、はい、でところが魔法少女というね独自のジャンルが日本で、誕生しましたということで、はい、海外ではそもそも魔女っていうのは悪いイメージがございますが、はい、なんせ中世ヨーロッパではね、はい、魔女と言いますと魔女裁判とかね、魔女狩りとかいう言葉を聞いたことあるかと思いますが、西洋では特に、意味嫌われる存在でございます、はい、それはまあいろいろ歴史的な、はい、成り立ちがあるそうなんですがね、もともと魔女というのはそんな悪い存在ではなかったらしいんですけども、はい、まあ、いろんな歴史的な過程を経て、まあ、そういう悪いおばさんみたいなイメージになってしまったそうですが、はい、でもそれがですね、一時期ですね、はい、テレビの人気者みたいな、はい、存在に、あ、テレビじゃない、映画とかでね、はい、人気のある、存在になりましたっていうのが、どれぐらいだろう、映画の登場とともにですかね、はい、なんかね、ヨーロッパの、ね、映画で、まあ、フランケンシュタインとかね、ドラキュラとか、はい、あるじゃないですか、あれがですね、だいたい戦前ぐらいかなの映画で、ああいうちょっと怖い、はい、存在、今まで、ね、怖いとされていた存在のものが狼男と起こる、失礼噛みました、間違えた、はい、失礼噛みました、ね、狼男とかドラキュラとかね、ああいう怖い、西洋で怖いと思われてた人たちが、存在がなんか人気者になった時期があったようです、はい、映画のおかげでね、はい、そんな中で多分魔女というのもね、はい、人気者というか、はい、イメージが変わったんでしょうね、はい、というわけで1950年代とかに、魔女を主人公にした、ね、コメディ作品とかがアメリカで作られるようになりまして、奥様は魔女とかね、はい、知ってる人いるかな、僕は見てたんですけれどもね、ああいう楽しいコメディ作品がね、ホームコメディみたいな作品が、日本でもなんかヒットしました、アメリカからね入ってきた、はい、可愛い魔女ジニーとかね、はい、そういったものがありまして、でそのヒットを受けて日本でもそういう魔女を主人公にした作品を、はい、しかも子供向けの漫画アニメを、はい、作ろうというね、テレビ漫画ですかね、はい、ということがあって最初に生まれたのが魔法使いサリーということで、はい、サリーちゃんですね、このあたりが、元祖だそうですが、はい、サリーちゃん、それから秘密のアッコちゃんですね、はい、チャッピー、はい、という、大体このあたりが魔女っ子の元祖というかルーツみたいな、はい、イメージがございます、私の中でもね、はい、典型的な昭和の魔法少女ですね、はい、ちらっとちっちゃく映ってるのが、忍者の何、でしたっけ、サルトベイちゃんですけど、サルトベイちゃんは魔法少女じゃないんですが、シリーズ的にはここに含まれるということでね、また詳しくは、はい、アーカイブなんか上がったら、はい、見てみてください。おっと、今気がつきました、サルルちゃん、こんばんは、もしもしと、では挨拶した、うん、はい、お久しぶりでございます、復活しましたこの番組もね、
はい、楽しんでいてください。はい、というわけで、よいしょ。はい、そうだ、覚えてるかな、覚えてるかな、魔法の呪文覚えてたら言ってみましょう。私ね、はい、劇団最初第1作東映魔女っ子シリーズ第3作魔法使いサリーマハリクマハリカヤンバラヤンヤンヤです。はい、これは、魔法の国からやってきたちょっとおませな女の子サリーサリーでしたね。はい、というわけで、割とコメディ調の、はい、面白くて楽しい、はい、ドタバタ、スプラスティックコメディっていうんですかね、ああいう感じの作品だったようですが、はい、大人気でね、はい、大ヒットしたようです。サリーちゃんといえばね、昭和の女の子だったらみんな知ってると思います。はい、そして、その次がですね、テクマクマヤコン、テクマクマヤコンですね。はい、アッコちゃんです。秘密のアッコちゃん、はい、鏡の前では女の子ツンとおすまし、それは誰、それは鏡の中から、はい、というわけで、鏡ですね、鏡の線ですね、はい、コンパクト、コンパクト手に持ってますけども、はい、これを使って、はい、鏡に映った自分になんか魔法をかけるみたいなね。で、大人の女になるんでしたっけね、職業婦人になるんでしたっけね。はい、憧れの、昔風に言うとスチュワーデスだったり、はい、ナースだったりね、はい、という、はい、大人の女の子になれるというね。で、アッコちゃんは魔法の力を授かった人間の女の子というね、はい、そういう設定でした。はい、このあたりは二大元祖ですかね、魔法少女のね、日本の、はい、ですね。そして、次が、何でしたっけね、アブラ、アブラマハリクマハリカカブラですね。はい、チャッピー、チャッピー、はい、おしゃれな天馬魔女よ。はい、とっても幼くね、この右のおさげの女ですね。はい、可愛らしく見えます。声が藤子ちゃんです。はい、まあ、それはいいんです。はい、普通に可愛いお話だったと思うんですけどもね。はい、でもなんか時代を反映して結構社会問題が出てきたりとかいうお話でしたけれども、はい、私の印象としてはチャッピーはド根性みたいなド根性娘みたいな、はい、かわいそうな、はい、大好きな人のために、はい、あの命をかけて魔法を使うみたいな話がありましてね、あれがすごくインパクト残ってますけれども、はい、まあそうそうそう、この頃は何でしょうね、スポコンの時代ですからね、はい、結構そんなこともあったのかもしれませんが、はい、そういう影響も受けてたのかもしれませんけどね、はい、やっぱ私もちっちゃい時にね、こう親しんでいたキャラなんで、こういうのを見るとこう懐かしくて、はい、ほっとしますね。はい、魔法少女的には、はい、3番目に当たります。魔法のまこちゃんですね、この絵で左側になりますけど、サリーちゃん、アッコちゃん、その次が魔法のマコちゃんですが、はい、人魚姫という、はい、人間の男の子に恋をした、はい、恋をした、はい、人魚姫、はい、というそういう設定の魔法のマコちゃんですが、はい、すごく別品さんなので私の一押しですからね、はい、今日も話をしておりましたけど、はい、なんか改めて絵で描いてもすごくね、なんかデザインがよくできてると言いますか、本当にお姫様の顔してますよねっていう、はい、すごい素敵ですよ。はい、魔法のまこちゃんの子はほとんど知らなかったんですけどもね、隠れた名作なんじゃないかなと思います。はい、主になんか恋愛がテーマになってるというね、結構先駆け的な、はい、ちょっとだけ大人の、はい、大人じゃないかな、ちっちゃい女の子向きじゃなくて、ちょっと中学生とか高校生が楽しめそうな、はい、だったのかもしれませんがね。はい、前回なんか放送してた時に魔法のまこちゃんは計算まこちゃんだみたいなこと言って、はい、ついいろいろ言ってしまいましたけれどもね、私は魔法のまこちゃんは好きですよ。はい、計算まこちゃんが嫌いなだけです。はい、計算まこちゃんはあれですよ、中居君がやってる、はい、演じてたキャラクターの方ですからね。はい、そこだけちょっと誤解されないように訂正しておきます。はい、
はい、はい。ということで、はい。でもこの話したときテンション高かったな、俺な。はい。という感じですかね。どうでしょうかね。はい。そうなんですよ。なんかね、ちょうど2回目、魔法少女シリーズのね、特集2回目だったからね、1回目は様子見で皆さん思ってたんですけども、なんかこの人は大丈夫だと思われたのか知りませんけども、はい、2回目の魔法少女の特集の時はすごくファンの方がいっぱい来て、魔法少女が好きな人いっぱい来てくださってね、はい、大変盛り上がりました。はい、なんかねこの番組ってほとんど男性がね視聴者さん多かったんですけども、はい、前回は初めてこんなにたくさん、ね、女性の視聴者の方がみたいな、はい、そんなこともあったんですが、はい、まあまあそれはともかくですね、はい、で右側がですね、リミットちゃんですね、はい、あ、ちなみに まこちゃんは、特に決め台詞とか、決め台詞はないか、魔法の呪文とかないんですよ、ないのでスルーしますが、はい、リミットちゃんは何かあったかな、リミットちゃんはリミットちゃん、ありましたね。ミラクルパワーですね。はい、右手のある赤い帽子の女の子ですけれども、はい、彼女は、魔法少女というわけではなくてですね、はい、実はサイボーグだということで、はい、そうですね、同時代の心臓人間キャシャーンだったり、キューティーハニーだったりとか、そういったものに近いのかもしれませんが、まあ、まあまあ事故に遭ってしまってね、はい、そういう機械の体になって生きながらえるというようなねことが、悲しい、運命を背負ってしまった女の子なんですけれども、はい、でまあそんな境遇の中でも明るく、はい、元気にけなげに生きているとても素敵な、はい、ヒロインでございました。はい、リミットちゃんです。はい、ミラクルパワーって言いまして、そういうキューティーハニーみたいな感じですかね。はい、尋常じゃない、はい、不思議な力を備わっているというような感じですかね。はい、結構このお二人は私のお気に入りでございますということで別に書きましたけどね。はい、こんな感じかな。というわけで、はい、ちょっとお待ちくださいね。なんかお客さんが。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。そして、次が、キューティーハニーを挟んで、魔女っ子メグちゃんかな。はい、です。キューティーハニーは魔法少女じゃないんですけれども、なんか系統的には、はい、この流れに入ってくるそうで。はい、ですね。はい。で、どっちが先やったかな、チックルが先かな、はい、同じく永井豪さん原作の、はい、チックル魔法、なんだっけ、魔女っ子チックルというのがございまして、はい、これもちょっと系統が、はい、少し違いまして、はい、今までのねこの流れでは、はい、そうですね、特徴としてダブル主人公制というのが、はい、ありまして、チックルとチーコというね、はい、主人公は、魔法少女なんですけども、あと人間の女の子とね、2人ペアに、2人の主人公みたいなね、そういう感じの作品だったようです。はい、なので、今でいうところの、はい、ハートキャッチじゃなくて、はい、ね、プリキュアとかね、ああいう感じの、はい、2人が主人公。はい、タイプの違う女の子2人の友情の物語みたいな感じだったのではないでしょうか。はい、そして、魔女っ子メグちゃんですね。はい、魔女っ子メグちゃん大人気で、ね、私もこれだけは、唯一見てましたね。はい、チート、はい、チートなんか覚えてますね。はい、結構男の子も基本魔法少女と女の子が見るもんだと当時思ってたんですけどもね、はい、魔女っ子メグちゃん男の子で見やすい、はい、作品で見てたんですけれども、まあ、実際に作り手さんも、はい、男の子も視聴者を、獲得したいということをいろいろ工夫したみたいなことがあったようで、はい、まあね、はい、
そういう親しみやすい、男の子でも親しみやすい、はい、分かりやすい、まあ面白いというかね、おっちょこちょいというか、はい、エロいというかね、はい、まあそういうあのいろんな魅力を兼ね備えた、はい、魔女っ子メグでございますが、おしゃれですね、すごくね、はい。そしてこのライバルののんちゃんっていうのが 大人気みたい、すごく人気があったみたいでね、はい、私子供の時では記憶ではとっても怖い、お姉さんってしか思ってなかったんですけれども、当時からファンがいてね、はい、この放送した時のね、あのコメントいろいろいただきましたけどね、やっぱり、めぐちゃん派とのんはんちゃが、めぐちゃん派とのん派がいるみたいなねぐらい、はい、人気があったキャラクターだそうです。初めてじゃん、初めてのそういうライバルキャラだったんじゃないですかね、はい、同じく魔法を使うねライバルみたいなね、はい、キャラクターがいました。はい、こんな感じでいいかな。結構2回目なんでザクザクっと流してますが、はい、この辺りはだいたい1970年代前半ぐらいですね、ですね、はい、の話です。時代的に言うと、そうだ、ロボットアニメもねお話もしてますから、時代的に言うとゲッターロボとか、ああいうロボ男の子の方、一方男の子の方では、そういう巨大ロボットものです、スーパーロボットものが大人気みたいなね、はい、アニメで言うとね、ゲッターロボとか、マジンガー Z とかね、はい、それぐらいだったと思います、時期的には。はい、あとまあ、特撮のヒーローものとかね、男の子、僕がそうでしたからね、僕が見てたんでそんなんですからね、と同時期ぐらいじゃないですかね、おそらくね、はい、その頃女の子はみたいな、女の子向けの作品はこんな感じでございました。はい、やっぱここがいいな、僕はね、個人的にはね、はい、そんな話はどうでもいいね。はい、そして、一旦これで、東映の魔法少女シリーズっていうのがね、魔女子めぐちゃんがなんか集大成みたいな感じで一旦、はい、まあ集大成なのでね、一旦、放送枠終わるのかなだったんですけれども、その後に、女の子向けアニメで革命が起きまして、ということで、革命で大げさかな、はい、キャンディーキャンディーというねすごい作品が大ブレイクしまして、はい、多分昭和この頃女の子だったあなた、はい、もう忘れられないんじゃないですかねっていうぐらい、はい、大人気だったキャンディーキャンディーっていう作品がありましてね、はい、あれは魔法少女でも何でもないんですけれども、はい、とにかくあれはすごい人気でね、はい、私の同級生の女の子みんなハマってたと思うんですけどもね、私自身はちゃんとは知らないんですが、はい、でしかもこの機会に 見たいかなと思ったんですけど、見れないですね今ね、キャンディーキャンディーね、はい、残念ながら、はい、でキャンディーキャンディーの後番組として再び魔法少女が復活ということでね、左手の金髪の巻き毛の女の子ですが、花の子ルンルンでありました、はい、花の子ルンルンは私のお気に入りですね、はい、なんかすごく何ですか、やっぱり品があるって言うんですかね、はい、変な話です、うん、ちょっとこう、まあおしゃれです、おしゃれです、こう品があるってお嬢さんというか、ヨーロッパの、はい、お姫様みたいなね感じのする、はい、そしてお話もすごくいいお話がいっぱいありましてね、はい、花言葉がテーマになってる、はい、花の種ですだっけね、はい、花の種を求めて、はい、幸せの花の種を求めて旅をするんですかね、ヨーロッパを旅をするっていうね特殊な、はい、作品で、今までの魔女っ子って、まあ、普通日本が舞台ね、日本が舞台なのが普通だったんですけど、はい、キャンディーキャンディーがヨーロッパが舞台というね、結構特殊な作品で、その後を継いで、はい、そういう海外のヨーロッパの美しい風景みたいなアニメで表現してるっていうね、はい、そう言われてみると同時期のね、何でしたっけ、フランダースの犬とか、名作劇場なんかが、はい、聞いた話、この番組で聞いた話だと、なんか海外ロケまでしてねということで、はい、ヨーロッパのね、はい、母を訪ねて三千里とかでイタリアとかね、はい、アルプスの少女ハイゼとかスイスとかね、はい、海外を多分舞台にしたアニメが成功したという影響もあったのかもしれませんが、それで、はい、そういう異国趣味のある作品っていうのがね、はい、キャンディーキャンディーで取り入れられ、多分、この、
なんだっけ、ルンルン、花の子ルンルンか、でも、はい、引き継がれてたのかなと思いますけども、女の子にしてみたらやっぱ憧れのね、ヨーロッパの世界を美しく描いていた名作だったんじゃないかなと思います。私今見ても、はい、ルンルンはすごい好きですね。はい、心現れるようなね、いいお話がいっぱいありました。サルちゃん、コメントありがとうございます。最近また漫画関係のドラマがありましたと。あ、十番デキと。十番デキって読み方か忘れましたけど、ありましたね。はいはいはい。あれですね、漫画出版社が舞台になってる作品ですね。ドラマでしたっけ？ドラマですよね。はい。はい。みたいなね。はい。で、花の子ルンルンですね。はい。は、そんな感じでしたけどね。あとね、まあ特徴としてこう毎回、魔法で着替えるんですね。はい。なんかそれまでの魔法少女っていうのは何でしょうね。まあ何か問題が起きた時に魔法で解決するとかね、変身するとかいうのが多かったと思うんですが、ルンルンに関してはこう毎回お着替えをすると言いますか。はい。素敵な衣装が用意されてまして、はい。それもヨーロッパの代わりをするね。はい。衣装にこう着替えてというか、はい、まあ、近衛兵とかね、はい、になったりとか、お金を稼ぐために踊り子に変身してとかね、で、それでジプシーみたいに踊るとかね、はい、なんかその辺が女の子の、はい、変身願望だったり、はい、素敵ないろんな夢を刺激したんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、これって、いわゆるコスプレじゃないかなっていうね、今で言う、はい、先駆者じゃないかというね、はい、コスプレ趣味のね、はい。という、はい、今のコスプレとはだいぶ意味が違いますけど、ね、でもまあそういう警察官だったりね、なんかいろんなヨーロッパのいろんな風俗の人の、衣装に身を包んでそういう人になるみたいなところで言うとやっぱりコスプレですよね、コスチュームプレイですよね、はい、というそういう特徴もあるんじゃないかなと思いました。はい。そして、その次が魔法少女ララベルですね。はい。で、これが東映魔法少女魔女っ子シリーズかの最終作になるそうですが、これが1979年でしたね、確かね。はい。そうなんです。80年代に届かなかったんですよね。はい。そうですね。はい。もう子供ん、あ、そうそう、はい。ララベルは、普通の魔法少女なんですけれども、割と庶民派の日本の下町に来た、はい、魔法界からやってきた、はい、女の子でして、はい、割とオーソドックスなお話ですが、まあ、ところどころ、はい、やっぱ新しい時代を予感させるようなキャラクターがいたりね、お話があったりとかして、はい、そういったお話を、前回していたと思うんですけどもね、うん、ことわざがフューチャーされたりします。はい。特徴としては、あと、そうですね。おじさんが活躍する、ね、敵役が、はい。何でしたっけ、はい、ビスカスですかね。はい。ビスカス高林とかね。はい。そういう、結構インパクトが強かったんで覚えてますけど。はい。うん、ね。で、声が、はい。そうそうそう。前回の特集では、はい、大々的にフューチャーさせてもらいました。声優さんじゃないんですけども、こういう女性、女の子向けの、はい、主題歌を、はい、といえばこの人というね、はい、ミッチーです。はい、堀江美津子さん。はい、あの方が、ララベルの声を当てておられまして、はい、その辺も特徴ですね。主題歌ももちろん歌ってますけどね、はい、この辺りの主題歌全部歌ってるんですね、堀江美津子さんがね、はい、ララベル、ロンドンね、はい、そしてめぐちゃんは違いますけれども、はい、魔法のまこちゃんが最初だったんですね、はい、堀江美津子さん、はい、でもちろんキャンディーキャンディーでブレイクしたんですね。キャンディーキャンディーで初めてこうアニソン歌手というアニメソング歌手ですね、の、地位を確立したと言われております堀江美津子さんです、はい、その方が、はい、絶頂期だったんじゃないかな、この頃ね、まあまあ今ももちろん活躍されておられますけれども、はい、まさにこの時はすごかったんです。神だったんじゃないですかね、はい。
で私もあのねこの番組でよく、アニソンを取り上げます、はい、特に、キャンディーキャンディーにブレイクした後キャンディーキャンディー、ルンルン、はい、ララベルの流れはすごいなと思いますね。充実感がね半端ないですね。オープニングエンディングともね。で作曲を手掛け曲を作られてる方はまた有名なね方で、はい、その方とのコンビだ、ゴールデンコンビだったようです。はい、という感じですかね。はい、で魔法少女ララベルで一旦このシリーズは終わっちゃいます。なんかプロデューサーさんのお話によると、これあの前回ちょっと間違ってお伝えしたかもしれませんが、あ、間違ってはないですけども、語弊があったかもしれないですね。なんて言ってたかな、正しくは、まあ、魔法少女シリーズがね、子供たちにとって魔法少女っていうのがリアルでなくなったというか、はい、現実の子供、女の子たちが強くなったので、もはや魔法少女が憧れの対象でなくなったんじゃないかというね、なんかそういう言葉を残してシリーズ終わってしまうんですね。はい、うん、なるほどね、ということで。はい、なので大体誕生して15年ぐらいですかね、おそらく。はい、最初のサリーちゃんから。はい、その間、はい、昭和の女の子たちの憧れの、はい、ヒロインたちでございました。はい、おう、昭和の女の子たちの憧れの存在でした。はい、こういった魔法少女ですね。今こうやってザコッと見ると、うん、どうでしょうね。うん、なんかこうみんないい子たちだねっていうかね、そらそうですけれども、はい、うん、みんないい子たちだねっていうのもあれですけども、はい、親しみやすくてね。でやっぱり夢見る魔女っ子というふうに、ね、ネーミングをしたんですが、みんなこう子供、女の子の、当時の女の子の夢を叶えるみたいなね、そういう存在だったような気がいたします。はい、ですよね。うん、ヒロインですよね。やっぱりヒロインという感じがすごくする存在だったような気がします。魔法少女ですけどね。はい、うん、不思議な力でこう夢を叶えるみたいなね、はい、そういうお話が多かった気がします。お話のテーマもね、はい、家族との、そうだな、家族との、絆とかね、お友達との、お友達との友情とかね、そういうのが中心、お話の中心になることが多かったように思います。はい、でやっぱ何よりも可愛くて魅力的なヒロインが多かったですね。はい、で、ちょっとお水を、はい、それでですね、1979年に終わってしまったんです。1980年代になりまして、新しいタイプの、はい、また新しいタイプの女の子たちの新世代のね、当時のね、新世代のヒロインたちが、はい、女の子たちのヒロインが登場しますということで、はい、魔法、昭和の魔法少女80年代ということで、ピエロ魔法少女シリーズのヒロインたちです。はい、で、一番最初の先駆けになったのが、ちょっとこっち絵がずれましたけど、右手のピンクの、はい、髪の毛の右手にあり、右手にいる、はい、犬猿キジを連れた桃太郎らしいんですね、実はね。はい、ミンキーモモっていうね、はい、これが新しい、はい、読売魔法少女シリーズでいいですかね。はい、未来の第一作、はい、とってもあの80年代的な、はい、センスにあふれた、はい、ミンキーモモっていうのがありました。はい、まあそうですね、まず絵がすごく可愛らしいって言いますかね、ピン、色がカラフルで、はい、パステル調という、はい、造形が可愛らしくて色がすごくカラフルで、パステル調というのはなんかこの時代の特徴かなというふうに思うんですが、私の中でね、はい、そして、お話もなんかすごくライトで軽いって言いますかね、まあ、この時代独特のね、はい、そんな作品だったように思いますが、はい、大人気だったですね、ミンキーモモってね。はい、私はちゃんと見たことは当時はほとんど知らなかったですけれどもね。はい、ミンキーモモ、はい、先週もなんかいろいろ詳しい方来ていただきました。前回か、はい、
詳しいことね、方来てくださいまして、当時のお話も聞きましたけどね、2作品あるんですね。海もも、山ももみたいなね。あ、違うわ。でしたっけ違う、何でしたっけね。なんかとりあえず、続編があるということでね。で、意外とテーマが重いという。はい。ね、なんかお気楽な軽い80年代的なイメージ。私の中ではむしろあられちゃんに近かったんですけどもね。それぐらいなんか、はい、ライトな。はい、イメージだったんですけども、意外や意外、実は、脚本が重いみたいなことですよね。はい。はい。で、最終回も結構衝撃の最終回で、みたいなことで、はい。いろいろと奥が深かったミンキーモモでございますが、はい。で、これが、はい、新時代の、魔法少女ヒロインとしてね、はい、登場しました。彼女は人間が忘れかけてる夢を取り戻すために夢の国からやってきたお姫様とかそういう設定ですよね。はい、というわけで、人間の夢を取り戻させるというね、はい、そういう存在の活動をするのかな、そういう人間のねところに世界にやってきて、はい、という、はい、あとまあお父さんがはい、ダバさんのお父さんがとてもインパクトがありまして、私の中ではね、はい、だいたい昭和の魔法少女、これ以前のね魔法少女のお父さんっていうのはだいたい怖かったんですよね。はい、魔法のまこちゃんでしたらお父さんは海の魔王だったりね、ネプチューンだったりみたいな、はい、だいたいこの辺りのサリーちゃんにしても、魔界の大魔王ですからね、怖い怖い、はい、怖いお父さんっていうのが昭和の時代のお父さんのイメージだったわけですが、はい、あれですね、リミットちゃんのお父さんはちょっと違いましたけどね、はい、優しい科学者でしたけどもね、はい、父一人娘一人で、はい、けなげにっていう生きておりましたけども、はい、みたいな、まあありますけど、大体お父さんっていうのは怖いという、はい、存在だったんですが、はい、ミンキーモモのお父さんがとっても優しいんですけれどもね、めっちゃ可愛らしくなってた、それが一番びっくりした記憶がございます。はい。うん、だから時代によってパパ像も変わってくるんですね、っていう。はい。で、この絵の左手にあるのはファンシーララで、ちょっとこれは後にしますが。はい。ファンシーララも今回間に合いましたよ。間に合わせましたよ。はい。で、で、第2弾ですね。読売だったかな？魔法少女シリーズの第2弾。はい。ミンキーモモのヒットを受けて、なんか新しいタイプの魔法少女シリーズというのが始まりましたと。はい。そうですね。はい。で、私の知り合い、ちょうどね、私のよりちょっとお若い、はい、女性の方が魔法少女が好きだったなって聞きますと、大体クリーミーモモ。帰ってきた、それぐらい人気がありました。クリーミーマミでございます。はい、ピエロ魔法少女シリーズの第1弾になるんですね。はい、やっぱすごくインパクトがあった可愛い存在だったみたいですね。はい、特にキャラクターね、この高田明美さんがデザイン、キャラクターデザインされましたこの、はい、パステル調の、はい、髪、綺麗な色の髪とね、はい、おかっぱの、はい、黄色いこの何でしたっけ、袖なし、パーカーみたいなね、はい、これを、マミになりたくて、このスタイル真似てましたというねコメントもいただきました。それぐらい当時の女の子の憧れの存在だったようです。はい、でマミちゃん自体はごくごく普通の等身大の、はい、少女なんですが、魔法の力で、芸能人ですね、はい、アイドル歌手かなに変身するという、その辺が新しかったですね。はい。うん、で、お話も、テーマが恋愛だったりとかね、はい、しますし、で、何より、私が見たイメージでは、これは半分以上 SF じゃないかというかね、ほぼ SF アニメというかね、そんなイメージでした。はい。魔法少女、今までの魔法少女と随分違う、はい、このあたりとね、やっぱり新時代だなっていうかね、はい。ピエロさんというのがね、この時代、に新しく立ち上がった、はい、新進気鋭のアニメスタジオさんでございまして、同時期にうるせえやつらっていうね、作品も作られてたんで、スタッフもだいぶ被ってたみたいですからね、そういうのもあって、なんかこう、すごく新しい
アニメーションっていうかね、新しい作品っていう雰囲気がすごくしてたんで、それが女の子、当時の女の子たちにもね、はい、伝わってたのかもしれませんが、はい、なんせ舞台がリアルですね。あの現実にあった何でしたっけ、クレープ屋さんが、舞台になっていたりとかね、あとテレビ局ですね、テレビ局の、が、作品の舞台だったりとかして、はい、憧れの芸能界かね、はい、そういうのがリアルな、結構リアルなタッチで描かれてたりとかしてね、はい、その辺も画期的だったんじゃないでしょうかね。で当時はあのアイドル歌手全盛の時代ですから、はい、ちょうど、クリーミーマミが放送されてた頃と、ね、これも検証してみたんですけどね、お詳しい乾さんと一緒にね検証してみたんですが、ちょうど、ね、日本の歌謡界もね、聖子アキナブームで、はい、歌番組が大ヒットしてて、そういった、はい、アイドル全盛時代ってね、はい、とも被ってたというねこともありまして、すごく、あの80年代的な、はい、雰囲気のある、作品でございました。クリーミーマミですね、はい。で、その次がペルシャですね。ああ、あれを言っとかないといけないね、はい、うん、覚えてるかな、出てくるかな、はい、何でしたっけ出てこんな、まあいいか、ポップン、ポップンなんとかなんとか、リンクルーですよね、はい、まあ、それぐらいで許してください、はい。そして、ペルシャですが、はい、これ何でしたっけ、魔法の天使クリーミーマミですね、はい。で、何でしたっけ、魔法の、違う、魔法のスターじゃなくて魔法のアイドルじゃなくて、何でしたっけ、魔法の妖精かな、魔法の妖精ペルシャでしたっけ、はいね、はい。で魔法の呪文は、何でしたっけ、ヤーノワーノでしたっけ、違いましたかね、はい、うっすらパーでしたっけ、違いますね、はい、出てきませんが、クルッコラブリン、クルクルリンクルは、マミですね、はい。だいぶ覚えてますよ、1ヶ月経ってますけど、はい、だいたいあの私1ヶ月経ったら使ってない記憶は消されるんですけどね、はい、もう結構な年この年になっちゃうとね、はい、なんとか覚えてますよ、はい。あ、ペルシャ覚えてないな、何だったかな、はい、また知ってる方いたら教えてください。はい。早水ペルシャ。はい。野生児みたいなイメージでね。はい。これもちょっと一味、一風変わったアイドルだったんじゃないか。アイドルちゃうわ。はい。魔法少女だったんじゃないかなと思いますけどもね。はい。アフリカからやってきた、はい。野生育ちの、はい。女の子なんですが。はい。ただ私、個人的には一番気に入りましたね、ペルシャ。はい、っていう話を先週してたんですね、あ、前回ね、はい、ペルシャはなんかやっぱり純粋な、はい、女の子だなっていう気がしました、はい、そういう意味でね、はい、擦れてないというかね、変に、はい、というか他の3人が擦れてる現代っ子みたいな言い方になっちゃいますけれども、はい、ペルシャだけはなんかこうちょっと、はい、ある意味素朴、いい意味でね素朴で、はい、純粋な女の子みたいな風に私には見えましたけどね、はい。で彼女が、まあ、魔法の何でしたっけ、愛の力を集めるんですね、妖精さんの依頼で、はい、愛の力を集めるというそういったお話なんですけれども、はい、双子の男の子がね、憧れの男の子が出てきたりとかしてね、はい、これは芸能界とかそんなないんですけれども、はい、そうですね、でもなんかピアニストさんとかね、かっこいい憧れの、はい、そんな人が出てきたりとかしてたようです。はい。で、あれですよね。私、前回結構ベタ褒めしてましたけれども、はい。だんだん大人になっていくね。はい。ペルシャがだんだん、成長していって、大人になっていっていい感じですねって言ってたんですけれども、はい。そう、あれですね。そんなに変わらなかったですね。最終的に。はい。まあまあ、それほど変わらずペルシャはペルシャのままでしたけれども、はい、ね、はい、そこまで急に大人にはならなかったですけれどもね、はい、うん、はい、
の最終回にはカッパの3人が人間になってたのが一番インパクトありましたね。はい、まあでもそうですね、うん、はい、まあでも良かったんじゃないですか、すごく、はい、いいじゃないですか、ペルシャ、はい、という、ね、まあ最後まで無邪気なままでしたけれどもね、そこが魅力だなと思いますね、はい、そして、捕まえてマイハッピネス、これは何だったかな、出てくるかな、はい、出てこないね。今回調べる時間なかったね、はい、魔法のスターマジカルエミですね、はい、マジカルエミは、このイラストだってこの落書きだと左手の、はい、モモンガがくっついてる、モモンガちゃうけど、まあ、お月の、はい、キャラくっついてる女の子ですが、はい、そうですね、マジシャンに憧れる女の子なんですが、不器用でみたいなね、はい、そういう、それがまあ要する魔法の力を得て、あの自分の憧れの、はい、立派なマジシャンになるんですね、はい、変身してという、はい、そういうお話ですね。なんか自分の憧れの大人に変身してなるというようなことですね、はい、でマジックっていう、はい、ヒギタテンコを思い出すっていうコメントを、はい、いただきましたけど、そういうイメージかな、はい、大人の笑みになってね、はい、そうすると、みんなが驚くようなマジックをどんどんできちゃうみたいな、はい、で大人気になってスターになっちゃうというね、そういう女の子の憧れをやっぱり描いた、はい、作品でしたが、はい、私の中でやっぱ一番出来が、はい、充実してたのかなというこの流れの中で言うとね、はい、ピエロさんの3作目なの で監督さんが、はい、結構これでこの作品で名前を挙げたみたいですけれども、はい、すごく充実した、はい、名作じゃないかなと思いますね。魔法のスターマジカルエミですが、はい、ちょっとびっくりするぐらい大人っぽかったですよ、はい、ね、最後の方になったけども渋いですね。映画みたいな演出が施されてましてね、映画みたいでしたよね、はい、うん、だからこの、マミペルシャでエミあたりはすごいこう 特殊な、はい、結構とんがった作品だなと私は思うんですけどもね、はい、うん、エミに関してはね、もうちょっと、はい、なんでしょうね、まあ映画の邦画のね、はい、作品みたいな、はい、ちょっと大人っぽい雰囲気に最後方なってましたけどもね、はい、うん、子供向けアニメとしてはすごく異色だったんじゃないかなと思うんですけど、これ女ちっちゃい女の子を見て理解できるのかなっていうぐらいちょっと、はい、難しい演出なんかがあってね、なんかこう花が、お花が枯れてて枯れてしまって、その花がまた、春になったら新しく生き返るんだよみたいなね、なんかそういう象徴的なシーンとかね、説明なしで絵だけで見せようとしてたりとかね、ありましたけども、こういうのってなかなかちっちゃい子には伝わらないんじゃないかなみたいなね、はい、とかありながら、でもまあ作品としてはすごい、大人目線で見てもなんかいいなっていうね、はい、で最後は、魔法を自分で自主的に返しちゃうんですね、はい、で成長して、はい、エミちゃんは成長しちゃうんですよ。で魔法の力でスターになるよりも自分でちゃんと努力して、はい、自分の力で下手くそでもね、一歩一歩努力して自分で、はい、憧れに近づいていくっていうことを選ぶんですね、選択すると。それで魔法を返しちゃうってね、はい、っていう。でその流れをなんかすごく情緒豊かに描いてまして、渋いとか思いましたけどね、すごいなっていう、はい、マジカルエミに関しては、はい、うん、で OVA がね、はい、出ておりまして、セミシグレでしたっけね、あれもなんかさらに絶品でね、はい、こうセミの鳴き声がすごく印象に残る、はい、オリジナルビデオがあるんですけどもね、あれもなんかすごくおすすめでございます、はい、な感じかな、
で、割となんかピエロ魔法少女シリーズ的に私的にはエミが集大成かなと思うんですが、はい、でその後また原点回帰的な、はい、ペルシャ、はい、あペルシャじゃないわ、ユーミですね、魔法のアイドルパステルユーミでしたっけね、はい、という、はい、ありまして、もう呪文が思いつきませんが、はい、これは唯一変身しないんですよね、はい、変身しなくて、なんか花を大切にした、はい、女の子に花のせいから1年間魔法のプレゼントされるみたいな、そんなお話でしたよね、はい、で、割と普通に町の人たちといろいろ交流をしてね、はい、成長していくのかな、なんかそういう、はい、で主人公の女の子が絵が大好きでっていうことね、絵を描くのが好きで、ちょっと内気の女の子でっていうことで、はい、でその描いた絵が確か、その魔法のペンとスケッチブックみたいなのがあるんですかね、でそれに描いたものが、まあ、実体化するというような魔法だったような気がしますが、はい、というやつですね、はい、これもまあなんか今までの中ね、今までのこの3作品から比べるとちょっと、地味ですけれども、ちょっとこう原点回帰的なね、魔法少女的なものになったんじゃない、戻ったような気がしますけどもね、はい、これはこれで名作だなと思いましたけどね、はい、ユーミですね、はい、でそうそう、あとこの時代の特徴としまして、声優さんが主人公を務める声優さんが、主題歌も歌ってるというね、はい、ペルシャはちょっと違いますけどね、ペルシャは、プロの、はい、方がされてましたけど、この、エミとね、ユミ、エミ、はい、マミか、はい、は、それぞれ新人歌手が主題歌も歌って声優も務めてるという、なんか割とこれも攻めな姿勢を感じましたけどね、はい、だからまあちょっと普段の声優さんに慣れてる耳で見るとえっと思うかもしれません、はい、けどまあこれはこの時代のチャレンジだったわけですからね、そこは評価していいのかなと思います。歌はすごくかっこいいですよ、はい、それは思いますね、はいはい、でやっぱりこの時代1900主に、確か、まあ、ピエロシリーズがあったの1983年とか84年かなから7年にかけてやったかな、ですので同時代のアニメといいますと、はい、うるせえやつらだったり、あと1983年っていうのがね、この番組でよく言ってますけれども、もうロボットアニメとか SF アニメ全盛の時代で、はい、時で、はい、SF 大作の映画がどんどん作られてたみたいなこともあってね、なんか全体的に攻めの姿勢があったんじゃないかなと思うんですけどね、はい、すごく充実してました、はい、また来週は、同時代の80年代のロボットアニメのお話をしますけど、リアルロボットっていうね、はい、作品、シリーズがありまして、リアルロボットものすごいんですよ、はい、かっこいいんですけどね、いろんな意味でね、はい、作り手がね、なんか若手の人たちがね、アニメーターとしてどんどん業界に入ってきてっていうことで、はい、新しい作品がどんどん生み出されて、でアニメファンっていうのがね、アニメという言葉が定着したのもやっぱこの時代ですから、はい、でまあそういうこともあって、はい、新しいアニメファンと言われる、はい、層がどんどん育ってきてるという、そういった、はい、新しい時代でありました。その時代の、魔法少女っていうね、はい、感じでしょうかね、はい、そうそう、ユーミね、はい、この花の、はい、魔法のアイドルかな、パステルユーミの、エンド、大体この時代の、作品見るとエンドロールとかのスタッフを見るのが結構楽しくてね、知ってる名前とか見つけると面白いんですけれども、そうそう、ユーミに関しては原画の中に、辛坊さんいらっしゃいましてね、名前見つけまして、おっとか思いましたけど、はい、辛坊秋行さんと言いますと、後に、窓かマギカを監督されるね、あの方ですが、はい、この頃はまだ、はい、ピエロでね、一原画マンだったんですねっていうね、だから多分
お仕事を始められた最初のキャリアの最初の頃だったんだろうと思うんですけどもね、はい、今や化け物語とかね、はい、窓かまぎかなんかを、はい、成功させている方ですが、はい、その方が、まあ、キャリアの最初の頃にこうパステルユーミなんかで、はい、やってたんだなっていうね、はい、そういう時代も感じて面白かったですが、はい、なんかこの昔のアニメとかスタッフを見るのもなかなか面白いですね。はい、そうそう、マジカルエミなんかじゃないや、クリーミーマミなんかのねスタッフは、はい、ピエロのこの辺りのスタッフは後に、パトレイバーとかね、パトレイバーシリーズを、はい、手がけるスタッフに育っていったりしますからね。はい、面白いですね、そうやって見ると、そういう視点で見てもね。はい、そして、OVA の話もちょっと先週したんですけれども、何だったかな、はい、割と、魔法この4人のヒロインがこうパワードスーツに身を包んで、はい、敵と戦うみたいな、はい、いかにもオタクの男の子が好きそうな、はい、作品をに仕立て上げたOVA がありましてということで、これはさすがにどうかなって先週そんなお話をしたんですけどもね。でもあれから時間が経ってよくよく考えてみると、そうでもないなというふうにちょっと思い直しまして、はい、と言いますのは後ほどね90年代になって戦う魔法少女というのが登場するわけですから、はい、考えてみたらそれの先駆けだったというふうにも言えなくもないなっていう、はいね、うん、90年代になってから、何でしたっけ、セーラームーンとか出てくるわけでね、女の子同士が力を合わせてこう敵と戦うみたいな、そういうノリの魔法少女がこのあとスタンダードになるわけですからね。それを考えるとあの OVA はそれを先駆けていたということも言えなくはないなということでね、はい、ちょっと考え直しました。はい、うん、まあでもやっぱ時代の移り変わりでしょうね。はい、ああいうノリはまだ早かったんですね。やっぱりまだ女の子の夢を叶える、はい、存在だったんですね、まだ、魔法少女というのはね。はい、うん、はい、でこのシリーズの、はい、ファンシーララというのがもう一つあるんですね、ピエロ魔法少女シリーズで、はい、で、パステルユーミで一回終わるんですけれども、ピエロ、魔法少女シリーズそれから、何年かな、10年ぐらい経ってから続編が、はい、作られまして、続編じゃないですか、同じピエロ魔法少女シリーズのファンシーララというのを作る、このイラストで左に置いてあるものでございます。はい、それがやっぱ10年経ってるんで、絵のクオリティが、はい、いろいろとね、はい、作画クオリティ、いろんなもの、はい、90年代っぽくなってる、ね、とても面白かったですよね。はい、それこそやっぱりなんかピエロ魔法少女シリーズの集大成かなっていうふうにちょっと思ったんですけどもね。それぐらい、はい、やっぱりこう伝統として主人公の女の子は、新人歌手なのかなが務めておられるのかもしれません。はい、主題歌を歌ってますからね、確か。はい、ですしこうその辺のね、伝統も受け継いで、はい、で主人公のこの女の子ね、左のキャラクターデザインもやっぱりおなじみの、はい、原点に戻ったのかな、はい、同じ方ですからね、はい、という、はい、左ですね、ファンシーララ設定としてはやっぱりあの絵が好きでちょっと内向的な女の子っていうのがね主人公で、はい、で、彼女が描いた服ですね、ファッションララ、んファンシーララ、んファッションララやったっけ、どっちやったっけな、ごめんなさい、ファンシーララでいいんかな、ファンシーララですね、はい、ファッションララっていうのもなんかあったみたいですけども、はい、でファンシーララは、はい、めっちゃ良かったですよ、はい、クオリティも高かったしお話も面白かったしね、うん、はい、でやっぱり芸能界が、はい、モデルですね、はい、モデルの女の人になるという、はい、で普段学校ではちょっと垢抜けない、はい、絵が得意なちょっと内気な女の子なんですけども、
はい、でひょんなことからこう魔法のスケッチブックを手に入れて、それでこう憧れのお姉さんの服を描いた、そのデザインした服が出てきて、それに着替えて大人の女性に変身してみたいなね。でモデルになると、でモデル業界で活躍するのと小学校の生活、二重生活を送るみたいなお話ですよね。はい、まさにちっちゃい女の子の、はい、夢と変身とかね、夢とか憧れを、はい、描いた作品だったんではないかと思いますが、はい、だからまさにこの伝統ですね、このピエロ魔法少女シリーズの、はい、よかったですよ。高田明美さんですね、キャラクターデザイン、はい、グッとクオリティが上がってて、もこの時代一番リアルですごいなと思うんですけどもね、はい、最初見た時絵がすごく綺麗でびっくりしましたけども、はい、ただあれですね、リアルな絵っていうのは、はい、80年代90年このぐらい、この時代ぐらいまでですね、はい、そこからなんか流行らなくなるんですかね、はい、ファンシーララも私は個人的にはすごくいいなと思ったんですけどもね、なかなか人気が出なかったということで、はい、なぜだろうと思うんですけどね、これ以降作られなかったようですが、はい、なんかこのね路線でもっと作ってくれたらいいのになと思うんですけどもね、なかなか難しいもので、はい、名作でも人気が出なければ続編は作られません、はい、うん、いい作品でもね時代のニーズとそぐわなければということかもしれませんね、はい、そして、これ余談ですけれども、ミンキーモモ、はい、ちょうど右出てますんで、はい、こう誰かに似てるなとねいつも思うわけですが、はい、夢を忘れた地球人、夢を忘れた地球人ども私が征服してやるという、私が粛清してやるというのだって、ハマンカンね、はい、という、はい、もうこれは本当に調べてみたら本当に当時から言われてたみたいな、まあ誰でも思いますよね、はい、ハマンカンは人気者だと、まあ誰だって思いますよね、はい、うん、はい、意図的にそうしたんじゃないかってさえ思いますけどね、富野さんがね、はい、髪型自体はでもセイラさんと同じなんですね、はい、カマンカンは、はい、ただピンクにしたことによってミンキーモモに見えちゃうというね、はい、でよくなんか当時から、闇落ちしたミンキーモモが闇落ちしてハマンカンになったと、そういうふうに言われてたんだそうです。なるほどねという、はい、地球人、地球の人たちが夢を、はい、取り戻せなくなって自分のことばっかり、はい、だから、はい、絶望したミンキーモモが、はい、闇落ちして、はい、ハマンカーになって、はい、アクシズを地球に落として人類を根絶やしに、はい、実によくわかるお話ですね、はい、というちょっと、はい、こぼれエピソードですが、はい、この辺は前回なかったでしょう、はい、今回間に合わせました、はい、絵がね、はい、出しとこうか、おう、そしてもう一つ忘れちゃいけない人たちがおりまして、はい、藤子不二雄さんの魔法少女ということでね、エスパーマミ、はい、ありがとうございます。ここでも魔法少女ですね、はい、こういういわゆる、縦のくくりに入らないんですけど、エスパーマミを、何でしょうね、まあ、不思議な力のエスパーですけどね、魔法とか魔法少女ではないんですけどね、エスパーマミに関しては。でも、まあ、不思議な力を持った、はい、女の子が主人公のお話ということでね、はい、系統としては同じかなという気がいたしましたので一緒にしておりますが、はい、エスパーマミね、はい、藤子不二雄先生の作品にして珍しくこう、なんでしょうね、ちょっとこう、はい、ねえ、なんでしょう、まあ見てましたけどね、すごい良かったですね、はい、思春期の女の子が、はい、主人公だと珍しいですけどね、はい、今回なんか書いてみたら髪型が結構、難しかったというかバランスが、はい、
でしかもサリちゃんのパパと同じというね、でもこうすると魔女っぽく見えるなというかね、はいはい、不思議な髪型でございます。この髪型をしてる人はエスパーマミとサリちゃんのお父さんぐらいじゃないですかね。他にもいたかな。あ、ルンルンがちょっと近いかもしれんね、はい、とか思いながら書いてたんですがね、はい、そして魔女の宅急便ですね、はい、これも本当は魔法少女の、はい、集大成じゃないかなぐらいに思ってたんですね、私ね、はい、ちょっと待ちよ、はい、魔女の宅急便ですが、はい、もう説明不要ですが宮崎駿監督の映画です。大ヒットしました。もう説明不要ですね。知ってますよね、はい、これも完璧な魔女っ子ですよね。魔法少女ですね。魔法少女ものですよねっていう、はい、魔法ことなきで、私の感覚からするとこの辺の新しい世代の魔法少女、はい、80年代的な魔法少女、はい、からこの原点回帰といいますか、こちらに戻った、はい、感がありますと思うんですが、どうでしょうね、はい、こういう古き良き魔法少女の伝統に戻った作品じゃないかというふうに思うんですが、はい、魔女の宅急便95年とか6年とかかな、96年やったかな、はい、です、はい、で結構そういうふうに意図的に宮崎さんが作られたのかなというふうに私はも、予想してたんですが、ちゃんと調べてみましたら、はい、過程はちょっと複雑でそうでもなかったというかね、はい、原作があるんですよね、魔女の宅急便っていうね、原作絵本かな、童話があるみたいでね、はい、ほとんどもうあの映画の宮崎さんの作品だと思い込んでしまいましたが、ちゃんとあの原作がねありましてね、はい、でその原作をなんか舞台化したりね、アニメ化したりっていう動きがあって、その中で、はい、制作委員会みたいなのかな、立ち上がって、それでメインスポンサーに、何でしたっけ、宅急便の黒猫大和の宅急便さんが、はい、まさに黒猫の宅急便なんで、はい、メインスポンサーにちょうどいいみたいな感じで、はい、上がって、でその流れでアニメの制作を依頼してみたいなことでジブリに来たんですお話がってなってました。あ、意外とそんな流れで、はい、で最初は、宮崎さんにはプロデュースで監督をする予定でなかったみたいな、しかも、はい、違う新人さんがやる、新人にやってもらうみたいな話だったんですが、まあいろいろあって宮崎さんが、はい、手掛けることになったみたいな流れなんだそうで、はい、ちょっと予想外でしたけどね、あ、そうだったんだっていう、はい、うん、でもまあ最終的にはもう宮崎さん作品、以外の何もんでもないような感じになってますけどね、そんな風に見えますけれども、はいね、まあ、魔女の宅急便ですが、はい、これもなんか、14歳の、14歳でしたっけ、とりあえず独り立ちするんですね、魔女の掟で、で魔女と人間が、はい、同じ、世界に暮らしている、はい、魔女が認められている世界かな、そういう設定で、で魔女の血を受け継ぐ、はい、キキは、大人になる前修行に出ると、一人でね、父親の、親の元から離れて、はい、ということで、中学生ぐらいで一人立ちして、はい、お仕事しなければいけないみたいなね、なんか割とそういう、はい、お話でね、いち早く自立っていうかね、はい、あれ考えようによっては、ね、他の同級生が、ね、高校とか大学に行って、はい、遊んでいる中で、はい、先に社会に出て働いてる女の子みたいなね、そういう風にも見えなくもないんだなと、今の目線で見ると、はいはい、結構シリアスな、ところ視点もあるのかなというね、はい、ララベルなんかも近いのかもしれないですね、割と、はい、若いうちに、はい、ルンルンもね、はい、ルンルンも、14歳ぐらいかな、やっぱり、はい、で親元を離れて旅に出るとかね、はい、割とそういう、はい、独り立ちで大人の世界に踏み込む女の子みたいなね、はい、そういう伝統を受け継いでるのかなっていうね、はい、危機でございます。うん、でなんか
ね、私は大好きだったんですけどね、一番、昔だったらね、ジブリ作品の中では、はい、特に好きな作品なんですけどもね、はい、特にあのウルスラっていうね、あの、絵描きの女の子とね、交流みたいなんでね、成長していくとかね、はい、ありますから、なかなかやっぱりいい作品だなって今でも思うんですけれどもね、はい、うん、女の子の自立と成長を描いた作品かな、はい、なのでなんかこういう魔法少女ものの集大成ぐらいに私には思えるんですけど、どうでしょうかね、はい、っていうお話を最後にしたかったんですけどね、前回、はい、すっかり抜けてましたんで今回間に合わせました、はい、という、はい、で昭和の魔法少女のお話でした、はい、で もう一つ抜けてるやつを保管しとかないといけないということで、はい、コメットさんです。コメットさんです、はい、コメットさんと言いますと、魔法少女の実写版ですね、はい、いわゆる特撮作品になるわけですが、はい、コメットさん知ってますかね、はい、さすがに今はあまり知られてないかもしれませんが、結構一大ね、一大ブームを巻き起こした、はい、エポックな作品ですが、はい、今回落書きしましたものは、3代、コメットさん3代ですね、はい、いるんですね。初代コメットさんが、ここの由美子さんでしたっけね、はい、というこの落書きですと真ん中の、はい、女性です。これが結構早くてね、1900、割とサリーちゃんのちょっと後ぐらいですよね、はい、時期的に言うとかなり早かった、はい、だからサリーちゃんを実写化したみたいな感じで、はい、で少女というよりはあのお姉さんですけどもね、はい、コメットさんはね、はい、で魔法の国から人間界に修行にやってくるみたいなパターンですね、はい、で実写なので、はい、こういうお姉さんが、はい、可愛らしい、はい、子供が好きそうな、はい、こういう衣装を着て、その辺が人気の秘訣だったのかもしれませんけどね。で割と初代コメットさんは、何でしょうね、サリーちゃんと同じで、まあ、割とあのコメディ要素が強い作品だったようですが、はい、あと特撮なんでね、ちょっと面白おかしい、はい、子供たちの人気のお姉さんみたいな感じだったんじゃないですかね、はい、コメットさん、ここの由美子さん版のコメットさんを私はよく知りませんが、さすがにねちょっと時代が古いので、はい、知らなかったんですが、2代目コメットさん、はい、は見てました、はい、載ってるかな、2代目コメットさんが大場久美子さんで会ってたっけですよね、はい、大場久美子さんかな、はい、なんですよ、はい、これは見てた記憶があります、はい、この落書きですと左の、はい、何でしょう、サラサラな髪の毛の、はい、ロン毛の、はい、野球帽を斜めにかぶってる、バトンを、はい、振る、はい、黄色いつなぎの、はい、女の子ですが、健康的な、はい、健康的で、とっても、太めでサラサラの黒髪のみたいなね、はい、あれですよ、とにかく可愛くてニヤニヤしちゃいました私、正直、はい、やっぱね、1970年代のアイドルだったんですね、大場久美子さんね、はい、バリッバリのアイドルだったらしいんですよ、はい、ね、コメントいただきましたけど前回ね、はい、ですので、はい、もう王道の、はい、なので今見たらもうにやけちゃいますね、あまりにも可愛くて、はい、ツボでした、はい、コメットさんツボでした、はい、もう、はい、もうしょうがないですね、私の世代でしたらもうズバリ直球ですから、はい、こうキャラクターもね、なんて言いますか、今の、はい、今のアイドルにはないこう純朴さと言いますかね、そういうのがありますからね、はい、まあ純情と言いますか、はい、見方を変えるとブリッコなんですけど、ね、はい、ちょっとブリッコなんですけど、そこがまたいいというね、はい、でとっても健康的ですね、ちょっと日焼けなんかしてたりしてね、
はい、今の、ね、若い子も日に焼けた肌って、ね、いませんからね、アイドルではおそらく、はい、みたいな、はい、まだこの時代は日焼けが良かったんですね、健康的で、そしてちょっと体型を太めというか丸々してますね、はい、ね、今はもう痩せてなかったら、はい、アイドルではないみたいなね、はい、もう細いのがスタンダードですけれども、はい、この頃はまだなんかムッチムチしてましたからね、はい、もうニヤニヤしちゃいますね、見てるだけでね、はいはい、やっと調子が出てきました私もね、はい、そしてあの髪型はふさふさで黒髪ですね、基本ストレートの黒髪というね、茶髪はいないんですよこの時代、茶髪が出てくるのは90年代からですからね、アイドルはみんな黒かった、はい、そして、ストレートでサラサラというね、はい、聖子ちゃんカットの一歩手前ぐらいですね、この後から80年代になってから聖子ちゃんカットが主流になります、その原型ですね、はい、この髪型もなんかもうそそられちゃいますね、はい、もうしょうがないです、もうこの時代子供でしたが憧れとして刷り込まれてますからね、はい、このスタイルのアイドルには、はい、というここだけめちゃくちゃ力が入りました私ね、お話が、はい、とにかくコメットさん可愛かったということで、はい、多分ね足立満先生の、ヒロインとか、はい、この時代のアイドルすごく影響を受けてるんじゃないかなと思いますよ、はいね、はい、ちなみにところでこのコメットさん、はい、大場久美子さんのコメットさんは恋人がウルトラマン太郎なんですね、はい、完全に恋人ですね、はい、びっくりしました、はい、ウルトラマン太郎と言いますと、はい、ご存知、もう説明不要ですが、はい、あのウルトラマン太郎ですが、なんとコメットさんの恋人だったという、ね、はい、衝撃の事実を知りましたけれど、はい、そして、コメットさんを助けるためなのかな、はい、ウルトラの星に帰っていくんですね、はい、という、はい、ね、そして太郎さんだけではなくてウルトラマンレオまで登場してたというね、はい、これなんか同じ特撮のよしみで、はい、なんか円谷さんとこのコメットさん制作してたところなんかいろいろ提携があったみたいな、そういう仮名出演が可能だったらしいんですけれども、まあそんなことがあって、はい、ウルトラマン太郎はコメットさんの恋人で登場してたそうです。びっくりですけどもね、はい、うん、な感じでですかね、はい、あでちなみに、90年代ぐらいに3代目が登場してます。90年代かな、2000年代かな、結構最近、私の中では結構最近になるんですけれども、はい、右の、アニメキャラになっている3代目コメットさんというのがいるんですね。3代目コメットさん、はい、ということでこちらも完全にアニメキャラクターで、はい、多分おじゃまじょどれみの人とがあれなんですかね、キャラクターデザインしてるのかなっていう、絵がそっくりな気がするんですけども、はいね、ちょっと詳しい方言ったらモア情報欲しいんですが、はいね、3代目コメットさんっていうのアニメ化されましてということで、はい、でしかも初代と2代目のそれぞれコメットさんもね声優として、登場するということでね、はい、プロモーションにもなんか力入れてたみたいでね、はい、ね、ご健在の、はい、初代の、はい、ここの由美子さんと、大場久美子さんそれぞれ、はい、プロモーションでね、はい、出てたりとかいうことでね、だいぶ盛り上げようとしてはったようですが、はい、うん、コメットさんね、はい、これもなんか日本の特撮の魔法少女の中ではね、一大ジャンルではないでしょうか、根強い人気がありましてね、はい、今でもファンの方はたくさんいらっしゃると思いますよ、はい、というここもようやく補完できましたね、この話もね、はい、というかとにかく大場久美子コメットさんが可愛いという、もうそれだけ、はい、もうそれだけでも、はい、もう、はい、そこだけでも覚えておいてもらえれば、はい、はい、以上が前回までの振り返りでございます、復習でございますね、ちょっと休憩を、ちょっとお水を飲ませてください。はい。
ついにやってきましたね。ついにたどり着きました。愛と正義、セーラー服、美少女戦士、セーラームーン、月に変わってお仕置きよ。私あれですね、こう噂だけ聞いてたんですね。噂だけ、はい、壮大なファンタジーだと思ってたんですね。はい、はい、ね、なんか月の何でしたっけ、女神の生まれ変わりでみたいなね、転生したんでしたっけ。はい、で運命のあれでしたっけね。はい、月の光に導かれ、何度も巡り合うっていうね、そういうなドラマが展開していくみたいなね、そういった壮大なファンタジー、はい、とバトルね、美少女バトルみたいな、はい、そういうシリアスなストーリーだと、はい、思ってたんですね。イメージとしてね、はい、思ってたんですよ。はい、あれとか思って、はい、うん、あれ緊急注意報じゃないのがおかねとか思ってね、はい、思ったんです最初。完全に想像してたのと違ってたんでね、はい、うん、あ、なので、でもやっぱりセーラームーンって言ってる、月のうさぎって言ってるし、あれやっぱりセーラームーンだなとか思ってね、はい、なので、あ、これは多分今流行りのギャグパロ版かなという、はい、ね、前世の生まれ変わりとかね、あとこう何でしょう、星座の星の巡り合わせとかね、すごく女性と設定ですよね。あとプリンスとプリンセスが出てきたりとかね、はい、あとタキシード仮面って忘れてました。タキシード仮面さんね、タキシード仮面様、まあ我々にしてみたらアムロですけれどもね、アムロですが、はい、なんかかっこよかったですね、タキシード仮面ね、はい、タキシード仮面がリフレッシュって時は一番受けましたけど、はい、いわゆる魔法少女がこう、しかも集団で戦うようになった、はい、もちろんスタンダードになったものは、セーラームーンと言われております、はい、なのでここがお話の中心になるわけですが、はい、セーラームーンが93年、はい、ここから時代が切り替わりました。で、1993年と言いますと、実はバブル崩壊の年なんですね、はい、なので社会が、日本社会も激変しますというね、はい、まあ偶然なのか必然なのか分かりませんが、はい、この世に偶然はない、必然があるだけだというのは、はい、誰かのセリフでしたね、はい、さくらのお兄ちゃんでしたっけね、はい、だからね、衣装しょっちゅう着ますけどね、はい、凝ってるなとか思ってね、しかも結構可愛いよね、なんかね、はい、すごいですね、はい、てか毎回コスプレをしているので、はい、うん、しかも、お友達がコスプレ衣装を作って、はい、すごいですね、はい、つかもうこの時代コスプレがありましたからね、90年後半ですからね、はい、しかもさくらちゃんにコスプレをさせて、それを撮影することが生きがいというお友達が、ともよちゃんが、はい、あの人だけは最後までは分かんなかったですけども、はい、昭和のおじさんには理解できないキャラでしたけれども、花屋の娘と育ったシモーヌは野生の星との剣を持っていたかというね、はい、そういうお話です。しかし彼は、彼女はマリー・アントワネットの妹であることを全く知らなかったっていう、ね、はい、そらんじてますね、ちっちゃい時に、ね、好きでしたから、はい、なんていうんですか、ね、ほとんど仮面ライダーとか、はい、バラモワンとかね、あの辺と引けを取らないぐらいのガチな、はい、アクションでした。びっくりしましたけどね、はい、ちょっと本気すぎるだろうと思いましたけど、はい、しかも今まで学園ドラマ風の、はい、素敵な先生だったはずなんです、はい、ね、みんなのみんなのかぐや姫先生、はい、だったはずなのに、はい、突然仮面ライダーばりの、はい、ハードアクションをこなす、はい、戦うヒロインになったんで、当時見ていた女の子とか、どぎもも抜かれたんじゃないかなと思うんですけどね、大丈夫だったんですかね。二代目コメットさんが、大場久美子さんが会ってたっけですよね、はい、大場久美子さんね、はい、なんですよ、はい、これは見てた記憶があります、はい、この落書きですと左の、はい、何でしょう、サラサラの髪の毛、はい、
はい、野球帽を斜めにかぶってるバトンを、はい、振る、はい、黄色いつなぎの、はい、女の子ですが、健康的な、はい、健康的で、とっても、太めでサラサラの黒髪のみたいなね、はい、あれですよ、とにかく可愛くてニヤニヤしちゃいました私、正直、はい、やっぱね、1970年代のアイドルだったんですね、大場久美子さんね、はい、バリッバリのアイドルだったらしいんですよ、はい、ね、コメントいただきましたけど前回ね、はい、ですので、はい、もう王道の、はい、なので今見たらもうにやけちゃいますね、あまりにも可愛くて可愛くて可愛くて、はい、ツボでした、はい、コメントさんツボでした、はい、はい、しょうがないですね、私の世代ですから、ね、ズバリ直球ですから、はい、こうキャラクターのね、なんていうんですか、今の、はい、今のアイドルの純朴さといいますかね、そういうのがありますからね、はい、まあ純情といいますか、はい、見方を変えるとブリッコなんですけどね、はい、ちょっとブリッコなんですけど、そこがまたいいというね、はい、たとえマルクス・レーニンが許してもこの美少女仮面ポアトリンが許しませんとか、なんかいろいろ決め台詞があるって、まあね、はい、決め台詞があるっていうのが特撮作品なんですね、東映の、はい、戦隊ものでも仮面ライダーでも、ね、必ず決め台詞、あれはやっぱり時代劇からの伝統みたいですね。乙女塾3期生、花島優子さんが主演を務めましたと、はい、終わったりました。これは一番有名ですね、人気もすごく高かったです。行ってみましょう、コスモマジックメタモルフォーゲーム、ね、変身しました、ね、実写なんですね、はい、このおもちゃフルパンチね、はい、愛ある限り戦いましょう、命燃え尽きるまで、美少女仮面ポアトリ、自分で美少女言うわけね、はい、そういう乙女盛りの命を懸けて、風に逆らう最新花と白を咲かせようと、有限実行シスターズシュシュトリアという、はい、このシリーズ最後になったので、なんか花を持たせたのかなみたいなね、ちょっと思ったんですヤンマン協力の夢の共演、最後の早田君ウルトラマン、はい、巨大化したシュシュトリオ、はい、一緒に怪獣と戦うというね、すごい展開でしたけれども、はい、今まで見てきました、魔法少女といいますか、基本的に女の子の、はい、憧れとか夢をね描いた、はい、そういった、ものが多かったと思うんですけれども、はい、ね、はい、でその集大成がやっぱり、そうですね、魔女の宅急便かなみたいなところでこの番組的に位置づけましたけれども、はい、それとはまた違う、はい、新しい女の子の憧れを描いたヒロイン像が生まれてきましたということで、戦う魔法少女ですね、はい、多分今の平成世代のアニメファンにはむしろこっちがスタンダードかなっていう、はい、ね、だから今の若い世代の子が昭和の魔法少女を見るとあれって思うのかもしれないなとか思ってたんですけどね、はい、その辺の謎は解き明かされたでしょうか、はい、まあ、昔はああいう感じだったんですよ。